飛び箱と踏切板飛び箱は長方形の木枠を山型に積み重ね、最上部に布や革などを張った箱型の体操器具。簡易なものもあり、遊具の一種でもある。重ねる木枠の数を変えることで高さを段階的に加減することができる。手前に踏切板を置き、走ってきて手を突き飛び越す。初級者向けの飛び箱には、ウレタン製の飛び箱や、 平足飛び用に中央部が手をつく部分より低くなっているものもある。飛び箱に相当する英語はボールキングホースであるが、通常は体操競技の跳馬を指す言葉である。飛び箱の原型は古代ローマに存在しており、兵士が馬に乗る技術を習得するために木馬に乗る、練習を行っていたことに由来する。ドイツでは木馬を飛び越す、跳馬運動と馬上での安馬運動の二つの流れに、 分かれて発達した。現代の飛び箱は、ドイツの跳馬運動とスウェーデンのテーブル飛びなどの影響を受けて、スウェーデンで考案されたものである。飛び箱が考案されたのは19世紀初頭で、初期の飛び箱は、縦、横ともに1メートル50センチメートルの正方形であり、北ヨーロッパでの普及とともに、幅が細くなっていき、1920年代には、安全性、日本では、 1885年から学校教育に木馬が取り入れられており、開脚飛びなどの跳躍運動が行われていたが、1901年、木馬より利便性や安全性が高い器具として飛び箱が紹介され、1913年に制定された学校体育教授用目によって、全国の学校に飛び箱が設置されるようになった。踏切板には男性の少ない固定式、 踏切板が一般的に用いられてきたが、現在ではロイター板を用いる場合が多い。飛び越え方には様々な種類があり、代表的なものを下に上げる。開脚飛び足を左右に開いて飛び越す。平足飛び足を閉じたまま飛び越す。台上前転飛び箱の上に後頭部、背中をつけて前転する。前方倒立回転飛び身体全体を伸ばしたまま。 頭をつけずに前転する。速報倒立回転飛び身体全体を伸ばしたまま、頭をつけずに側転する。上記のうち、大上前転と速報倒立回転飛びは、飛び箱を必ず、縦向きにして行う。それ以外の技はどちらでも可能であるが、開脚飛びは縦向き、平足飛びは横向きにする場合が多い。文部科学省企画品には、小型、中型、 大型の3サイズがあり、それぞれの寸法は下記の通りである。最も一般的なのは中型の飛び箱である。小学校では小型もよく用いられる。安全規格は CPS0084 がある。日本スポーツ振興センターによる調査で2015年度における小学校での飛び箱を用いた授業で発生した事故件数は14,887件となっており、 自治体による飛び箱に対する個別の安全対策は取っていない。過去11年間における行為障害を負った事例は11人となっている。通常、学校で使われる飛び箱は8段までであるが、より段数を積み上げ、飛べた段数を競う企画が存在する。TBS の特別番組、スポーツマンナンバーワン決定戦や最強スポーツ男子長上決戦では、毎回恒例の種目として、 飛び箱が行われており、同番組では、この競技を、モンスターボックスと呼んでいる。過去に、多くのプロスポーツ選手、体操選手、芸能人などが参戦し、以下の記録が生まれている。また、モンスターボックスは、マッスルミュージカルの演目でもあり、公演中に、以下の記録が生まれている。マッスルミュージカルにて、モンスターボックス全人未踏の十四段を、成功した、大山山とが、 2011年にギネス新競技となる飛び箱に挑戦し、24段のギネス記録を樹立した。モンスターボックスとサイズ規格の異なる飛び箱を使用しているためその高さは2メートル95センチメートルであり、かつて退散が成功したモンスターボックスの24段より低い。しかし競技ルールも異なり、両足で着地しなければ成功とみなされないため、 単純な記録の比較はできない。ABCD 高田つね森、子供のための体育施設、用具大衆館、書店、1969年、P146、飛び箱は、組体操より危険事故件数、最多でも安全対策進まず2016年11月27日、J、キャストニュース、飛び箱練習で死ぬ、小学生、頭から墜落。 朝日新聞昭和42年9月25日、夕刊、三番、十一面飛び箱、頭から落ち車椅子生活手引きと違った技の、順番朝日新聞2019年5月10日1999年2002年2006年の3回、成功。水ぶきおもうは、モンスターボックスの番組公認世界記録23弾を、 成功者5人中ただ一人、両足での着地で成功している。ありがとうございます。